ふもふくのお店にご来店いただきありがとうございます。今回はキーボードをオーダーメイドできるサービス JP.AMIRO をご紹介させていただきます。この JP.AMIRO ではサイズや配列はもちろん、ケースやキーキャップもお好みのデザインにカスタマイズが可能。内部のプレートや軸や LED までかゆいところに手が届く充実のカスタム内容となっています。このサービスを使えばこのようなキーボードも作れてしまいます。今回の動画ではこのサービスのカスタマイズ方法、アカウント登録、お支払い方法をご説明させていただきます。まずはカスタマイズについて。公式では PC でのカスタマイズを推奨しておりますので、今回の動画では PC での操作方法をご説明します。最初にキーボードのサイズを選択します。 110% はフルサイズキーボード、 80% はフルサイズキーボードから点キーを省いたもの、 65% はさらにファンクションキーなどを省いたものです。今後は 20% や 40% など他のサイズも増えていく予定です。次は配列を選択します。 US 配列は主にアメリカや中国、韓国等で使用されているもの、 ISO 配列は主にヨーロッパで使用されているもの、日本語配列は日本で使用されているものです。次は機能を選択します。選択したサイズや配列で設定できる内容は異なります。各設定のポイントとしては、有線単色 LED 選択か、こちらはキー単位での LED のカラー設定が可能です。有線 Mac and Windows 両用、単色 LED 選択か、Mac での使用をお考えの方はこちらを。有線 RGB、 ゲーミングキーボードによくある RGB の3色が綺麗に光ります。有線&無線デュアルモード、 LED なし、無線での使用をお考えの方はこちらを。有線 AMIRO 静電容量軸、白色 LED、 チェリー軸ではなく AMIRO 静電容量軸を使いたいという通な方はこちらを選択してください。カスタマイズ画面に遷移します。アカウントが未登録でもカスタマイズをお試しいただくことは可能です。ただお試し中のデータは保存もオーダーもできません。カスタマイズが楽しい、本格的にやりたいと感じていただけたのなら、アカウント登録を行ってからカスタマイズすることをお勧めします。また Mac の Safari を使用する場合は、環境設定のウェブサイトのポップアップウィンドウの jp.amiro.com を許可に変更してください。具体的なカスタマイズ内容を説明します。カスタマイズできる項目は選択したサイズや配列によって異なります。プレート、キーボードの内部のプレートのカラーを設定できます。 LED、 キーの LED のカラーと位置を設定できます。色を選択し、下にあるボタンで反映させるキーを選択します。単一を選択し、左のキーボードをクリックすると選択したキーのみ変更ができます。数字、アルファベット、機能、すべてをクリックすると自動的に該当のキーに反映されます。トップケース、キーボード本体のケースの前面のカラーを設定できます。ボトムケース、キーボード本体のケースの裏面の設定ができます。設定箇所は複数あり、ボトムケースはケースの裏面全体のカラーの設定、ネームプレートは製造番号や製造国などが記載されたプレートの言語の設定、滑り止めは裏面の滑り止めのカラー設定、フットはキーボードの高さを調整する部分のカラー設定、フットカバーはフットの滑り止めのカラー設定となります。キーキャップ、キーキャップのカラーと位置を設定できます。操作方法は LED と同様で、個別または一括で設定を行えます。キーキャップなどは在庫の状況次第では選択できない場合もございますので、ご注意くださいませ。スイッチ、キーボードの軸と種類と位置を設定できます。定番のジェリー軸をはじめ、カイル軸、ジーリオス軸など様々な軸をカスタマイズすることが可能です。 AMIRO 静電容量軸を選びの方はそちらを選択できます。また今後さらに様々なスイッチを追加する予定です。スタビライザー、大型キーの打鍵感を補足するパーツのカラーを設定できます。印字、キーの印字を設定できます。印字のありなし、
フォントやカラーをお選びいただけます。ケースへの刻印。ケースにテキストやモノクロの絵を刻印することが可能です。位置を選択後、絵の場合は画像のアップロード、テキストの場合はフォントを選択しテキストを入力します。付属品、USB ケーブルとキーキャッププラーの数量を変更できます。デフォルトでは数量が0となり、付属品が付かない状態となっています。ケースのカラーや必要に応じて数量を追加してください。追加のキーキャップ。別途追加でキーキャップを購入いただけます。個性的なキーキャップを揃えており、ここでしか買えないレアなものもございます。カスタマイズが完了したら、ご注文内容の確認をクリックし、内容の確認後、ショッピングカートに追加をクリックすることで、カートにカスタマイズされた商品が追加されます。アカウント登録について。画面右上の新規登録をクリックすると、この画面へ遷移します。まず、任意のユーザー名、パスワード、メールアドレスを入力します。その後、認証コードの発行をクリックすると、登録するメールアドレスに認証コードが送られてきます。届いたコードを入力して、アカウントを作成するをクリックで、アカウント作成は完了です。お支払い方法について。右上のカートをクリックすると、カートの中身を確認できます。この画面ではカスタマイズした商品が保管されており、右端のボタンで編集・削除が行えます。注文する場合は、商品の左端にチェックを入れ、決済をクリックします。住所を追加をクリックすると、入力画面が表示されます。そこに住所、名前、電話番号を入力し、保存をクリックします。住所が保存されますので、支払いへ進むをクリックします。対象の商品が支払い待ち状態となります。支払い期限は1時間ほどと短いのでご注意ください。支払い情報をクリックすると、クレジットカードでのお支払いの画面に遷移します。必要情報を入力し、お手続きの完了をお願いいたします。お手続きが完了後、すぐには反映されない場合もございますので、数分ほどお待ちください。商品の右上が支払い済みとなっていればお支払いは完了です。その後は制作進捗をクリックすることで、現在の詳細な状況をご確認いただけます。いかがでしたでしょうか？世界に一つしかないあなただけのキーボードを作っていませんか？もし今回の動画が気に入っていただけたのなら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。